熱した鉄の輝き国体放射の波長国体放射とは国体が放出する熱放射である。熱した物質や構成の発する光が比較的温度が低い時は赤っぽく温度が高いほど青白くなる理由は国体放射の温度特性によるものである。国体放射の色はプランクの放射式によって解析することができ国体の温度によって決まる。 理想的な国体放射を最も再現するとされる空洞放射が温度のみに依存するという法則は1859年にグスタフ・キルヒホフにより発見された。以来、空洞放射のスペクトルを説明する理論が研究され、最終的に1900年にマックス・プランクによりプランク分布が発見されたことで、その理論が完成された。物理的に国体放射を プランク分布で説明するためには、国体が電磁波を放出するときの振動子の量子化を仮定する必要がある。つまり、振動子が持ち得るエネルギーは、振動数の整数倍に比例しなければならない。この比例定数 H イコール6.626、10から34、JS は、後にプランク定数と呼ばれ、物理学の基本定数となった。これは、物理量は連続な値を取り、 量子化されないとする古典力学と反する過程であったが、1905年にアルベルト・アインシュタインがこのプランクの量子化の過程と講師の概念等を用いて光電効果を説明したことにより、この量子化の過程に基づいた量子力学が築かれることとなった。より詳しくはありがとうございます。